旧統一協会との関わりについて辻元議員を擁護する立憲民主党って編。立憲民主党によりますと辻元清美氏は2012年知人からの誘いで旧統一協会の関連団体の勉強会に秘書とともに参加し2人分の会費2000円を支払ったということです勉強会の内容は旧統一協会に関連するものではなく 今回改めて確認するまでは、協会系の団体だという認識はなかったとしています辻元氏は自身のブログを更新し、今後、一層慎重に対応してまいりますとコメントしました立憲民主党で接点立憲民主党の辻元清美参院議員が3日、自身のツイッターを更新し、改めて世界平和統一家庭連合、旧統一協会との接点について説明した。 辻元氏は、接点のあった団体が旧統一教会関連だったとは当時は分からなかったとした上で、細田議長もここはしっかり説明すべき。引き続き、政策が歪められていないかなど、実態を究明していくと自民党、細田博之衆院議長を名指しして追及。さらにそもそも、私は選択的夫婦別姓や同性婚推進。 改憲反対で、一貫して統一教会的なものと戦ってきたとこの時とばかりにおっ広げて自身のスタンスを強調した。泉健太代表は党会合で、旧統一教会問題や経済政策を重要な課題だと指摘。岸田政権の対応は全くなっていない。国民生活を守れていないと述べ、対決姿勢を強めた。党幹部も、 辻元氏の説明は明快だが、細田議長の釈明では関係が明らかにされてないと比較にならない全く異質のもので追及を続けるとしている。辻元氏はこれまでの例でも、説明をした自民党議員に対して、全力で難癖をつけ、果ては議員辞職まで求めてきた。二言目には疑惑は深まった後、権力側を貶める戦法だ。 それを考えれば、自らの説明とも言えない一方的な主張で幕引きを図ろうとするのは、今までの辻元氏自身の追及姿勢と違いすぎるのではないか。立憲民主党にはこの団体と関わりを持った国会議員が16名いる。確かに自民党に比べて少ないが国会議員の数が違う。敵方を誹謗するような追及ではなく、 強引な勧誘で人生まで狂わせるような宗教活動を放任する社会が続いても構わないのかを問えそれを担うのが国会議員の責任だと思う自民党を叩くだけでは済まないのだお聞きいただき感謝申し上げます